デシベルは Linux デスクトップ環境の一つである KDE のバージョン4に搭載される予定のコミュニケーションに関する新しいフレームワークである。デシベルはすべての通信プロトコルをデスクトップに統一することを目標としている。現在のところ AOL インスタントメッセンジャーや Windows Live、メッセンジャー、メール、 スカイプなどでプロトコルは別々の方法で取り扱われているがデシベルはこれらを一つにまとめることでユーザーは自身のコンタクト情報をより簡単に管理することができるようになるとみられる。例えばユーザー A がユーザー B とメッセージを送信する状況を考えてみる。ユーザー A がコンピュータにユーザー B と接続するよう要求するとサービスマネージャーは 要求を受け入れて、ユーザー B にそのメッセージを送信するために、最も望ましい方法を自動的に選択する。それゆえ、ユーザー B が、どのプロトコルを用いていようとも、ユーザー A は、B と通信できる。デシベルは、コミュニケーションプロトコルにテレパシープロトコルを用いる、デスクトップデーモンとして作動するが、そのデーモンを直接操作することはできない。 しかしデシベルはリアルタイムコミュニケーションをアプリケーションに統合する労力を減らすためにテレパシーの上にいくつかの機能を加えている。テレパシーと同様に d バスを用いており、それゆえ d バスを用いているアプリケーションはデシベルのサービスを利用することができる。また、プロトコルの設定やアカウントの管理、またはデスクトップにおける特定の作業を行うことができる。 例えば Qt、または GTK プラスなどのツールキットを用いて GUI を起動したり、PIM にハスワードを保存させたり、別のアカウントの情報を管理することなどが挙げられる。デシベルは KDE4.1 のコペテに完全に対応する予定であり、4.0では部分的に対応している。コペテと p i ンは現在のプロトコルをテレパシーの使用で利用できるようにする予定である。 ありがとうございます。